というわけで、カメラの紹介に移りたいと思います。今回紹介するのは東芝の、アレグレット、PDRM70 という機種です。3.3 メガピクセル、ということで、当時でいう、2000年か2001年だと思うんですが、当時でいう、ところのハイエンド機という、ものに所属をします。レンズが2から 2.5 という F2 から 2.5 ということで、明るめのレンズを使っております。以前にも紹介しました QV4000、というカシオのカメラがあるんですけど、あれはですねキヤノンの、レンズということで、ここにもねあのキヤノンレンズって書いてましたけども、これもねあのキヤノンのレンズみたいですね。同時期に、まあ、発売してるんで、QV あれが4000、 QV3000 っていうのがあるはずで、それが3メガピクセルですかね。なのでそれとその時に一緒に出たものですよね。レンズも全く一緒だと思います。なのでこれはねあの東芝の画像処理など、絵作り、がかなり、撮影した写真に影響を及ぼすという、ことになりますが、どんな感じなんでしょうかね。メディアは、我らがスマートメディアを、使います。今日は128、64やったかな、64メガか128メガの、ものを使って撮ってきました。読み込みはちゃんと、128でも対応してます。でここねあのずっと無駄に時間の表示が出てますね。全然時間違いますし、全然あの意味ないんですけど、まあ出てます。でこれなんや、これなんか耳のマークみたいについてますね。耳のマーク、イヤホンなんかでも使う用途ないんじゃないかなと思うんですけど、まあいいです。でこれストロボですかね。結構まあどうなんやろうっていう感じでしたね。使ってみて、でも意外と思ってたよりも使いやすいかなとは思います。電池はあの結構この時期この電池各社富士フィルムでもいっぱい出てますけど、このなんか何型っていうんですか、かまぼこ型っていうんですか、バッテリーを使います。これは容量、バッテリー容量はなんぼですかね、1620、結構大容量ですねこの電池。で何枚ぐらい撮ったかな、30枚ぐらいですかね、今日撮ったのは、だと思うんですが、まあこの先のバッテリー1本でなんとか、1日使いました。たかがまあ30枚、逆に言うと30枚でもうあの電池1の状態になりましたんで、まあ効率は良くないかもしれないですね。で、一見ここであの電源オンにするのかなって思ったんですけど、こっちでちゃんと孤立してオンにできます。で、ここモニターがねあのちゃんと出ます。わ電池ゼロ。これを押すとバックライトつくようになってて、使いやすいです。夜でもちゃんと使えました。で、これが画像のサイズですね。でこれフラッシュ、あとはこれ TB、 これがシャッター優先、 AV が絞り優先、オートで録画が、ビデオ、音声でセットアップということで、セットアップ、これは多分あのパソコンとの通信ですね。この矢印が両側についてるやつを、オートパーオフとか、まあまあまあ大体どれも似たり寄ったりですよね。設定、セットアップメニューってで撮影時はこっちですね、メニューで、鮮やかとか感度はね、あの ISO なんぼっていう表示じゃなくて、ノーマルか 2×か 4×100、200、400 だと思います。で、シャープネス、コントラスト、デジタルズームも、できます。
でファインダーありますんで、LCD は、オンオフができるようになってます。でこれは明るさの設定ですね、簡単なメニューで、これプッシュ式の十字キー嫌いなんですけどね、ああ切れてもう、電池、入れ替えました。でメニューさっき見たな、真ん中あれ、左右で露出補正が効くようになってて、縦で絞りを変えるという、まあこれ絞り優先モードですね。でモードっていうのでここ、AEB、単車連射でマクロでメニュー、ああ切れた、また切れた。はい、3つ目の電池に移行しました。エンターボタン、カードがないと使われへんのか。あ、128メガでした。これもう編集大変やな、この動画。はい、カード閉めましたよ。チェックしてください。はい、OK。ということで、真ん中を押すと、こういう風に、簡単なショートカットメニュー、ホワイトバランスと、フォーカスのエリアで、フォーカス AF か、無限遠か、無限遠かどっちかか、マニュアルがついてたらよかったんですけどね。でフラッシュは、フラッシュ基本オフになってるみたいでしたという、感じで、ズームはこれですね。はい、ズーム、マクロはですね、どれぐらい売れるのかな。おお、これでも寄れます。結構あの近くまで寄れます。どや、ああこれは無理か。割とあのマクロ寄れます。はい、ここまでですね。こんな感じです。であのズームレバーがちょっとね、作りが残念ですね。ね、ちょっとだけ、まあ使いやすいんですけどね、軽いしっていう感じで、で、あ、そうそう、一個だけあのこれ故障なんかなって思ったんですけど、これ絞り今優先モードにしてるんですけど、シャッター速度が125に固定されてるんですよね。これがよく分からなくて、なんでなんやろうなと思いながら、逆にあのシャッター優先にすると絞りはちゃんとあの変わるんですよ。シャッタースピードに応じて、なんで故障みたいな、なんか設定があるのか、そこまでちょっと見れなかったんですけど、という感じで、まあほとんど今日はシャッター優先で撮りましたね。マニュアルがあればよかったんですけど、マニュアルはちょっとなさそうなので、ちょっとそれだけ残念でしたね。でシャッターはね、あのスローシャッターも今回、試してきましたんで、ライトテールとかっていうのかな、車の、 あの光がこうビューンって伸びるやつみたいな、ああいう写真も撮ったりしました。まあそこそこあのしっかり撮れるカメラでしたね、思ってた以上に。なので、まあそちらの作例をねご覧いただいて、こちら東芝の PDR-M70 は終わり、アレグレット M70 は終わりとなります。ちょっとまあこの辺の作りとかもね、なんかもうちょっとなんかあったんちゃうかなと思うんですけど、ちょっとダサいなって思いながら使ってて、ただまあファインダーはこの真上に位置してますんで、なのであのノー液晶ノー LCD でも、そこそこまああの使い勝手はいいかなと思います。今日はあの全部液晶つけて撮りましたけど、っていう感じで、レンズもあのキャノンとかね入れとったらよかったのにと思いながら、なんか無名のレンズになってますけど、ということで、まあまあ思ってた以上にしっかり撮れるカメラでした。では作例ご覧いただいて、お別れです。では今回もありがとうございました。